席が離れても一緒にいられるかもしれない。二人で YouTuber を目指して頑張る、そんな青春があってもいいじゃないか。いずれは日本、いや世界を代表する男女コンビ YouTuber になるんだ。そして世界中の人たちに元気を与え感動させていくんだ。決まったな。昨日アップした俺と阿波連さんの最初の動画、めちゃくちゃバズってるかもしれない。